さん、急いでいる時にここで手間取ったら飛行機に間に合わん。誰じゃん。お、タケトか。また小遣いを背びりに来おったな。小遣いか。わしは一週間前に財布から出してお前にやった記憶があるぞ。ちった、計画的に使うなり貯金するなり、まったくドラ息子な。ほら、ちょうどいい。軟弱なお前を試してみるか。なんだと？この小遣いの代わりに示談して、さらにあの相手の車の女を口説いてみろ。あの女を物にしてみろ。手段は任せる。できんというのか。わしは仕事で忙しいんだぞ。いちいち示談で時間を取られるのは気に食わん。時間の無駄というもんだ。そうだろう。わしが帰ってくるまでにうまくやれ。うまくいったら取引に顔を出させてやる。どうだ。お前は気が弱すぎる。小ずるいところもあるが、強気でないとわしの後は継げんぞ。いちいち示談で時間。わしが帰る。お前は気が。うん？できないというなら、さっきの金はやらん。返せ。相手は女だ。抱くなりして相手の弱みをつかめ。何か言ったか。示談にできそうになければ家族ぐるみで脅せ。家族で秘密を持てば外にはバラすまいて。家族に女がいればやる。男がいれば脅す。分かったな。ちった、わしのすることを見習え。ただし、女はうまく手なずけろ。女は体で覚えたら男についてくる。女が渋りそうだったら毎日抱いて手なずけるんだ。いいな。どうした、ビビったのか。ああ、いいだろう。どうした。
いいか、無駄遣いはいかんぞ。5日ほどだ、帰るまでに。分かってるな。困ったわ。こっちはバンパーにかすり傷ですけど、そっちは。わかりました。タケトさん、どうしたんですか？社長は今いませんよ。怪我がなくてよかったですね。私は野川の秘書の岡本由美です。お茶入れてきます。北沢幸恵と言います。昼間から学生が何言ってるんです？もう。事故ですから警察に届けないと。
わかりました。いいえ。変な、タケトさん、私が進んでこういう手助けをしてるって思わないでくださいね。同棲を騙すなんて好きじゃないです。整備会社から送ってきた車の修理代金見積書ですね。はいはい、